耐久レースは、モータースポーツにおける、競技形態の一つ。自動車競技及びオートバイ競技において、耐久レースは長距離、長時間を走行するレースを指す。短距離、短時間で行われるレースは、スプリントレースと呼ばれる。また、クローズドサーキット以外で、ダートロメニア、オフロードを含む場合は、ラリーレードや、クロスカントリーに分類される。耐久レースの開催形式は、 時間性と距離性に大きく分類される。規定時間内の早々高距離が競われる。厳密には規定終了時刻を過ぎてから優勝者がコントロールラインを通過した時点で競技終了となる。ただしニュルブルクリンク 24H は一周回が長いこともあり、各々の,の,の車が24時間経過後最初にコントロールラインを通過した時点で競技終了となる。 規定走行距離を完走するまでの時間が競われる。実際の走走行距離は、規定走行距離を初めて超える周回数分となる。例えば、鈴鹿 1000km の場合、規定周回数173周、走走行距離 1004.611km となる。耐久レースの大会名称は、開催都市、または、サーキット競技時間、または規定走行距離となることが多い。 2011年プチルマン。前方にプロトタイプレーシングカー、後方に GT カーが見える。耐久レースには、一般的なスプリントレースにはあまり見られないルールや事象が存在する。競技車両には、プロトタイプレーシングカーやツーリングカーの耐久レースでは、複数の車両規定、クラスが異なる車両が、同時に同じサーキットを走るのが一般的である。これにより、 いかにクラス違いの車両をかき分けていくかという運転技術が要求される。またその絡みで追い抜きが発生しやすい。耐久レースには長いもので24時間走行する大会もあり、一人だけの運転手で競技を行うことは大変危険である。そこで多くの耐久レースでは車両1台につき複数の運転手をエントリーさせ、 交代で一定時間以上運転することが義務付けられている。最後のスティントでタイヤは最後まで持つが燃料が足りなくなるがゆえに給油のみのためのピットインを行うことがある。これはスプラッシュゴーと呼ばれている。WEC ではタイヤの使用本数制限の影響でマイピットごとのタイヤ交換ができないので どのスティントをスプラッシュゴーにするかという駆け引きも行われている。ありがとうございます。